スターティングメンバーです。予想フォーメーションで見ていきます。ホームの山口、ゴールキーパー関、最終ラインは前生駒、渡辺、橋本、ダブルボランチが佐藤健介、鳴岡、そしてインサイドハーフが田中渡る、3トップは右吉岡、中央梅木、左が高井と予想しています。そしてアウェーの千葉ですが、ゴールキーパー新井翔太、最終ラインが新井一輝、チャンビンギュー、田辺、ダブルボランチは熊谷と田口、右のウィングバック末吉、左が秋山、トップ下シャドウが高木俊幸と三木、そしてワントップセンターフォワードに桜川と予想しています。さて今日は試合に先立ちまして黙祷が行われます。去る10月21日、元日本代表フォワード、2019年シーズンに山口に在籍していました工藤正人選手がご逝去されました。黙祷が捧げられます。黙祷。拾って山口、橋本健人かわす、近いところでシュート、打った。前半8分、この試合でも田中渡る、今日は利き足、左足で決めてみせました。前半8分、ホームの山口先制です。いやー、素晴らしいシュートでしたね。今のはイメージありましたよね。ここでかわしてグラウンダーのボール、ここの止めるときにもう次のシュートをイメージしてますし、橋本に止めなくちょっと前に出したことでディフェンス寄せる、ね、間を与えずに角度もうまくつけましたし、まあ、本当、いや、これ素晴らしいゴールですね。さあ、かいくぐって秋山、熊谷は下げて、このボールがずれた、奪った、左足のシュート、吉岡止めた、新井、ああ、素晴らしい。ここ三木選手行ってるので、行ってますね、はい、ここは奪いますね。そして三木、高木が行って、その奥、桜川、高木俊幸、シュート、ただ角度がありませんでした。ですね、あの三木選手がルーズになったボールをそのまま追いかけたことによって、はい、このプレスかかって、まあ、理想を言えば剛選手がもうそこをインターセプトできるぐらい、橋本前にスペースがある、田口横に流して秋山のシュート、うん、いや、いい形でしたね。今なんかは剛選手が右でちょっと仕掛けたことで山口のディフェンスは中クロスもあるんじゃないかなということで、ちょっと引きましたよね、うん、全体的に、はい、ファーの新井を狙ったボールか、こぼれて高木俊幸、力を抜いたシュートが山口のゴールネットを揺らしました。56分、千葉同点。綺麗なシュートでしたね。いいですね、はい、まあ、フリーでしたけれども力みやすいシーンで、まあ、本当に力を抜いてバウンドもしっかり合わせて、いやー、すごいシュートでしたね。もう上からしっかり押えて回転が当たって逆いってるんですね。席がちょっと逆疲れた形になりましたね。上吉から田口へ、ファーで福光が呼んでいるが、中央、桜柄、このボール奪って新井一輝狙っていった。61分、千葉勝ち越し。新井一輝右足を振り抜いていきました。チームトップの7ゴール目、失礼、8ゴール目。新井一輝は9試合ぶりのゴールです。同点に追いついた後一気に勝ち越した。これもそうですね、クロスで押し込んでおいて、まあ、この後のボールに対しても引くのではなく前でプレッシャーをかけて、まあ、この後も迷いなく振り切って素晴らしいプレーでしたよね。まあ、本当山口としてはちょっと一つしのいだところでの、まあ、パススピードもちょっと緩くなったんですけれども、まあ、それを見逃さなかった新井選手。左、橋本健人、シンプルに入れて梅木のヘディングシュート、わずかに枠の左から前に出てきて、
まあ、勢いを持っていいヘディングでしたし、新井翔太選手も、ね、見送ってたのでね、はい、非常に千葉にとってはユン・ジョンファン監督今シーズンで退任しますが、そのラストゲームロペスからの優しいパスなんですが、ここから狙っていって合わせた、ブアニカ啓太だ、試合を決定づける3点目、ブアニカ啓太今シーズン5ゴール目、千葉が3点目を奪いました。ゴールを目指して、まあ、ここでね最後を突くスルーパス良かったですし、福光選手のこのダイレクトに、まあ、ここっていうところにね一番狙いどころですよね、キーパーの目の前に早く入ってきたウバニカ選手に素晴らしいボール福光選手から、まあ、本当非常にいいゴールでしたよね。ここで試合終了の笛です。アウェーの千葉、退任するユン・ジョンファン監督に花を添える勝利、今シーズン最後は連勝で締めくくりました。